飯もしっかりしてるな。すごい。水分正しい。昨日ね、寒すぎてさ、歯食いしばってね。そうそうそう。あ、しょうがないね、こんな。ありがとうございました。結構歩かなあかん感じ。展望台まで行こうと思ったらかなり距離ありそうだ。そよ風テラスぐらいは行ってもいいかもしれない。ポイントはね、けどここなんよ、うん、一番綺麗なのは木漏れ日テラス、ここかね。もう景色綺麗もんな。また写真がいっぱい撮れるで。ここはすごいな、まあ野鳥おったら取れるのにな。まあまあ急やな。早く来なよ。そんなん言うたことないや。おお。これが噂のリアス式海岸や。ないやんな。手打ち伊勢うどん一つと、はい、冷やし伊勢うどん、伊勢うどんと暗い、もう太い太い、かなり太いです。腰あるかな。脳腰や。脳腰。いただきます。
氷人気すごいな。コロッケミンチカツ一つずつ。はい。じゃね、うん、100円やからね。うどんの後に食べてますからちょうどいいです。うん、名前が変わってるよ。うん、豚すだすて。はい、どうぞ。いいよ、食べてみて。どう、うん、めちゃくちゃ美味しい。美味しい。かわいい、こんな。ここら辺昔から変わらんな。これ誰、昨日のな、もうあのお魚を摂取しすぎた時のやつや。このすだれ寿司ね、うん、何買ってきた？ん？フローズンアマダ。おいしい。アルコール入ってんの？あれ？酒かす冷蔵庫から出したみたいな。曲げて。いらない。あった。みたらしと黒蜜。はい、みたらしと黒蜜で260円となります。はい、どうもありがとうございます。みたらしと黒蜜飲んでね。はい、いらっしゃいませ。みたらしと黒蜜、美味しそう。あれ食べる？黒蜜。うん。うん。どう？うん。めっちゃ団子焼きたて。あ、そうなん。うん。みたらし食べてみる？食べてみる。食べていい？うん、食べていい。うん。どっちが好き？究極のみたらしやね。やっぱり究極のみたらし。うん、めっちゃ美味しい。じゃあ、みたらし買いきます。究極のみたらし、うん、究極のみたらしから、はい、いやもう究極はやっぱ後かな。黒蜜から食べた後。うん、黒蜜から食べた後。うん、どう、なんかな、外は焼いた感じでちょっと焼き具合が、そうそう、お尻が熱くて、そう、めっちゃ熱いもんで、うん、どう、もう座ってられません。うん、明日中に行ってください。今日は1000円以下で1枚を。あ、はい、はい、キュウリコンだ。おそばパトン。ザカップと氷でございます。氷と、はい、こちらでいいか。もう来た、とうとう念願の、とうとう。どういう仕組みなんですか？いかにカップが増えたって言ってるんですか？増えたって言ってる。うん、何も見えない。え、まだ何も見えない。なんか当たった、当たった。ほら、あんこ、あ、ほんまや、結構深い。うん、おいしい。下の方に置いて。おいしい。ちょっとこれも続いてきた。なんかね、ナイトスクープでやってたような気がするけど、ちょっとこれのな、やっぱり。どこやったかな、大石屋。あ、あった。小学校の時に修学旅行でね、
たのがここなんよ。こんな綺麗よ。ああ結構大きくて綺麗かったよここね。小学校の時泊まったところ。何年ぶりやろほんま。何年ぶりじゃなくて何十年ぶり。何十年ぶりやな。小学校の時にここの二見岩の前で記念撮影をしたのを覚えてる。